っこいいよな。ライス、ライスやって。なんでそんなさ、スパチャで言ってきたらなんかやらなあかんみたいな風潮出るやん。俺ま、ねえ、なんかライズさ、言っていい？なんか駅のホームみたいな曲してない？あれ。ねえ。ごめん。ライズ好きな人、ほんと申し訳ないね。あれなんか駅のホームみたいやから。やなんか。ちょっと聞いて、マジで。いや、ちょっと聞いて、マジで、駅のホーム。ちょっと一瞬聞いて、ガチで駅のホームあるから。ちょっとガチで聞いて、その瞬間、結構序盤で出てくるから、もうすぐやめる。ちょ、マジで聞いて。マジで駅のホーム出てくるで。ちょ、聞いてて。ここ聞いて。いくよ、みんな。危ない、ほんと電車来ちゃうって。これやめとこう、電車来るわ。ちょ、ダメ、電車が来ちゃう。ダメ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 、ごめん、電車来るわ。うちに海賊が突入してくるんで、ちょっとやめました、急遽。よかった、 JR 突っ込んでくるとかって。うちに、危な、思ってたより雪でしょ。めっちゃ電車来ない、あそこ。危な、鉄オタ大歓喜。マイクテスト、マイクチェック、ヒェー、マイクチェック、ヒェー、ワン、ツー、ワン、ツー、マイクチェック。待って、ワンチャンいける。あー。まだ一回通すか。よし。コメント読めるタイミング。いや、だから、あれだから、何回も言わせてないでほしい。代行だから。この話何回目？テルクさん、上手くなる方法ありますか？ないです。まず学校行ってたら学校辞めて、で働いてたら仕事辞めてください。そしたら、あの、人生の9割ぐらいが音ゲーになります。まずそこからかな。うん、ごめん、やっぱ音ゲーって命かけてほしいから、死ぬ気でやってほしい。その2の次じゃ困るんだよねごめん、本当にもうごめんけど、2の次じゃ困るわ。危なねえ、分からん、これ無反応だと思う、多分切れていいか。これフラッシュオンって何？あ、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。フラッシュプリキュアみたいなのなかったっけ？フレッシュプリキュアだ。クレーンゲームね。クレーンゲームってそんな欲しいのある？俺別にフィギュアいらんわ。俺地震起きた時にめっちゃ、ねえ、これって犯罪？ね、もしかしたら犯罪かもしんない。俺さ、セガかなんかでさ、地震起きた直後にさ、あれね、あれ取りに行ったわ。なんかチョコのなんかあれ大量に取りに行ったわ。落ちてたから。地震の直後。犯罪になりますこれ。もうしょうがなくね。あったんだもん。もう5年近く経ってるからあれだわ。ワンチャンないけど、もしかしたら、訴えられるかもしれない。俺その、セガの、社長に、社長じゃない、あれに。店長に。あそこの。え、逆にさ、俺多分高校生の時だったんだけど、高校生で、チョコ落ちてて、パクんないやついたら、逆に教えてほしい、そいつ。どれだけつまんない人生を送ってる人か見てみたい、その顔を。どんなつまんない顔してるのかなって。なんで交番に届けんの、そこに店長いるのに。お前が一番つまんない顔してるよ。確かにね。俺つまんない顔、意外とね、俺つまんない顔なんだよね。特徴があんまないというかね。実はそうなんだよね。あ、終わった、俺絶対できないわ。終わった、俺これ最後絶対できんわ。お、ええ、みんな知ってた？指離せる、ここ知ってた？いくよ、これ指離せるって知ってた？いくよ、ダウンわざと一本でダウンさせるから見てて。いくよ、ほら、ここ指離せる。知らなかったでしょ。一回別の曲やって気分変えません？いいよ、じゃあ何の曲がいい？別に今ハッシュタグ1FG さんの気分でいいんだけど、俺は。なんか曲名言ったらめっちゃそれやりたくなるかもしんない。ほら、ああいう系のソシャゲがやっぱ向いてないんだ。イザナやだ、グリバやだ、アーカビやだ、 FR やだ、なんちゃらシュガーキャンディ一番嫌。ライスやって。なんでそんなさ、スパチャで言ってきたらなんかやらなあかんみたいな風潮出るやん。俺ま、ねえ、なんかライスさ、言っていい？なんか駅のホームみたいな曲してない？あれ。ねえ。
ごめん、ライズ好きな人ほんと申し訳ないね。あれなんか駅のホームみたいやから、いやいや、なんか電車来ちゃうもんだって、うちに無理、俺電車来るもんだって、あの曲やったら、うちに駅のホームみたいなの出てくるもん。ちょっと聞いて、トン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 みたいな、なんか、いやちょっと聞いて、マジで、いやちょっと聞いて、マジで、で駅のホーム、ちょっと一瞬聞いて、ガチで駅のホームあるから、ちょっとガチで聞いて、その瞬間結構序盤で出てくるからもうすぐやめる、ちょっとマジで聞いて。任天堂オンラインもね、カードで買えるんだけど、まあ、買ってくれるって言うんだったら、ここ聞いて、いくよみんな。危ない、ほんと電車来ちゃうって、これやめとこう、電車来るわ、ちょ、ダメ、電車が来ちゃう、ダメ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 、ごめん、電車来るわ。テルフク動物の森の喋り方に似てる、そんなみたいに言ってないでしょ俺、いつ言った俺そんな動物語。テルフクの溢れ出る底辺オーラ、本当に俺そんな底辺が出てる、そんな底辺が、どの辺が、俺そんな底辺が出るか、まあ、画質とかって言われたらもうしょうがないけど、テルクさんの先週話聞いたりす、ないです、ないです、あったら iPad に向かって喋りません、一人で青春がありましたら、私青春がありませんので、こうして iPad に向かって一人で喋っております。テルフクってなんか好き、わかるわ、俺もなんか好きなんだよね、なんか憎めないんですよね、自分でも、なんでなんだろうね。 LGBT の T はティルフクの T、 あのトランスジェンダーだと思うんだけど、トランスジェンダーってさ、よくわかんなくね、なんか自分が自分の性別に違和感があるみたいな、何を言っとんのか俺わからんだけど、それってオカマってこと、どういうことみたいな。え、それさ、別にさ、トランスジェンダーってちょっと綺麗な言い方してるだけで、ただのオカマとかお鍋ちゃんなんやないのそれは。親孝行してないね、しなきゃいけないけどお金がないからできないんだよね。いいよ、俺が年収すごい何千万とかだったらいいんだけど、結構ね、なんだろう、そのギリギリでやりくりしてんだよね今まで、申し訳ないね。俺の友達さ、小人図鑑のムービー、あれめっちゃリアルじゃん、だから小人本当にいると思って、なんか小学校の時に俺の友達なんか外でお父さんと一緒にドラム叩いて、なバイブスマダラみたいな小人をね、こうやってジャンジャガジャンジャガみたいな感じで呼ぼうとしてて、めっちゃ面白かったその話で、印象に残ってるのがお父さんがとてつもなく嫌そうな顔してたっていうのを覚えてるらしい。そりゃ嫌そうな顔するわ。バイブスマダラを家に呼び出そうとしてドラムを外で叩いてたらしい、おもちゃの。めっちゃ好きだわ。テスト期間だから早く PM して、まあ、テスト、うん、あのね、テストよりね、大事なものってあるんだよね、答えは。あんまないんだよね、学生の間ってテストより大事なものってなかなかないんだけど、答えは友達。だからこの動画を見てるってことは多分友達がいないと思うんだけど、友達を大事にするべきだと思うの。だから動画を閉じて勉強するべきではない、君は友達と仲良くするべき、君は。 iPad 穴開けよ。でこれさ見て、これ結構すごくない、あれこれ使えない、これなんかね、使える時と使える時あんだよ、あれ使えなくなっちゃった、これ充電ねえのかな、これ充電しよう、めっちゃいいのよこれ、これで音ゲー実はできないんだよね、あできるかも、ちょっと待って、できるかも、あ、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。ワンチャンあるぞ。お、え、いい、ワンチャンあるぞ、これ。え、すげえ画期的な件について。あ、バカかく。あ、これ2本指でやり、2本でやりた、これ。これ穴開くて、 iPad に、はあ、さっきから調子はいいぞ、あ邪魔、あもう今邪魔、もうこれ邪魔、穴スキット、ここに来てあだとなるとは、
今肘に肘肩に当たって肘に当たってん。つかさ、まあこれ言わないとか言わないどこかなと思ったんだけど、まあ普通に言うんだけどさ、え、誰かさ俺のさ仕事っていうかさ、あのツイッターとかにさ書いてあるメールあるしさ、誰かさなんか気持ち悪いさ、なんか変なエロいサイトに登録したでしょ、確か。誰かあのメールあるし、めちゃくちゃエロい広告来るんだけど、ある日を境に絶対俺のテル服の G メールを誰かが勝手に登録した、どっかのサイトに。めちゃくちゃ来んだけど、やめてくんないっすよ、ことすんの。普通にやめてほしいんだけど、困ってます僕。で、ビギってた、肩の骨外れた、いった。ハッシュタグ一部ビジネスだ、はえ。ちょさ、はえわ。来週かな、来週だと思うけど、お、こっちやるわ。これと来週の配信でこれとこれやるわ。これとこれやってから、で、これじゃなくて、こっち先やらして。それでいい。俺分かった、多分、#1E1E33。これ、はえわ。以上。私の配信でございました。さようなら。